こんにちは、コスです。お風呂上がりで申し訳ないんですけど、1週間後にテストが、期末テストが始まるんですよ。なんですけど、まだほとんど1個も勉強してない状態で、もう1週間切ってしまったんで、今から焦って勉強していこうと思ってるんですけど、今日から1日密着みたいな感じで動画を回しながら勉強したり、テスト前の生活撮っていきたいと思うので、よろしくお願いします。じゃあスタート。はい。でまずですね、パソコンと携帯両方にカレンダーでこういう感じでテストの日程スケジュールを打ち込みます。で今回はちょっと少なめかな。この13日に1教科目が始まって、そこからまあ3週間大きく見て3週間ぐらいのテストになります。この2週間目のここが1日2科目ずつが4連チャンで続いて、なんでここが勝負かなっていう感じですね。2週目が頑張りたいと思います。1日目からいきますね。勉強始める初日に僕がいつもよくやるのは、作戦というか戦略がすごい大事だと思ってて、この教科は過去問と授業プリントとこれどうやった方がいいみたいな、そういう戦略をまず初日は立てていきます。で1週間しかないんで、まあ正直ちょっと間に合うか分かんないんですけど、間に合わ単位くれたら何でもします。時計がなかったんで、この前 IKEA でこの一番有名な安い時計買ってきました。あ、これ電池入ってないんだ。何？簡単にですけど、とりあえずこんな感じでもう簡単にバーって最初は書いて、でまあ勉強しながらだんだんこう項目増やしていくっていうスタイルですね、僕は。はい、実際にこの中身をやっていきたいと思います。Good morning, course. はい、急に2日目になったんですけど、昨日はもちろん全然寝れてないので、とってもきついですね、体が。まあ仕方ないですね。今から学校に行って勉強するので、その支度をしています。行ってきます。行ってらっしゃい。この日は自転車で轢かれそうになりました、車に。急いでるとやっぱり危ないので、気をつけて学校に行ってます。授業とかはないので、図書館でひたすら勉強していきたいと思います。筆箱が可愛くてお気に入りです。ここからまた作業の動画になるので、20秒ぐらい飛ばしちゃって興味ない方は大丈夫ですよ。これで区切りがついたので、一旦家に帰って夜ご飯を作っていきたいと思います。この日は麻婆豆腐得意なので作ってます。得意といっても一番簡単なんで作ってるだけですね。この豆腐の切り方はもう3年やってるんで上手じゃないですか。そんなことない。ちょっとでかい豆腐はもうここで入れてから箸で切っていきます。
テスト週間中はほとんど料理を作ることはないので、ちょっとよく見せようと頑張ってます。実は一人暮らしの人でテスト週間でご飯作ってるってなかなかいないと思いますよ。いたら本当に尊敬しかしないですね。もう本当にきついんで外食ばっか、してますね僕は。でも美味しそうにできてるでしょ。お皿も可愛くて満足満足。完成しました。麻婆豆腐です。このお皿この前東京行った時に買ってきたお皿で合うかなと思ったんですけど、サイズも完璧ですね。すごく美味しそうにできました。じゃあサクッと食べていきます。コス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 。おはようございます。3日目の朝でございます。ヨーグルトとチョコで謎に、優雅な朝ごはんを送っております。おはようございます。今日はバイトがあったりして一日フルで時間使えないんで早めに勉強始めて、夜はバイト行って、でその後ちょっとカフェに寄って勉強 したいなと思ってます。なんかこの髪型にしてから霜降り明星の粗品って言われることが多くて、粗品に見えますかね。ちょっと寝起きで余計見えるかもしれないんですけど、眠たい。この辺が粗品感あるよね。まあいいや。じゃあ勉強していきます。これをよく食べます。トップバリューのエナジー。 YouTube を見ながら朝ごはんを食べています。歯磨きタイムに入りました。このノニオの歯磨き粉すごいおすすめです。美味しくてミント感みたいなフレッシュな感じもあって、いつもの歯ブラシも歯磨き粉もノニオです。なんなんじゃそりゃ。僕はいつもなんか小分けにできるファイルみたいな 5,6 個ポケットがあるやつをいつも2つこれとこれで今回は使ってるんですけど、これめちゃくちゃ使いやすくて、ちょっと汚く見えるかもしれないんですけど、割と分かりやすくこういう感じで名前書いて、この教科の名前をプリントしまっておくと割と分かりやすいので、これ使うの結構おすすめですね。はい、もしもし。あ、もしもし。記述？記述があるらしいよね。え、そんなに言っとったっけ。嘘やん。しまって、記述？見るとね、えげつないこの記述に記述書いてて。ガチ。いや、なんていうかね。終わったじゃん。待って、もう俺取れる教科一個もねえもんな。え、やばいな。え、俺まだ薬剤学のさ教科書を移す段階なんだけど、やばない？ちょっと送るわ。マジか、ありがとう。ちょっとやばいな、俺も取れるやつないわ。過去問見たけど全くわからん。あー、どう思っとる？持ってなかったかもしれん。あ、なかったよね。あった。やばい、薬剤学は本当にやばいね。やばい、すごいやばいぞ。でも呼吸もやばいらしいよ。あ、そうなん？うん、過去問やればいけるみたいな。なんか先生が言っとることはなんかほとんど過去問だったみたいな言っとったから、過去問いけばいける説もあるけど、でもめちゃむずそう普通に。先生の話だけ聞いたら。臨床薬理の記述はどうやって勉強する？え、これ長すぎるからマジ覚えれんのよね。ああ、過去問でいくってこと？臨床薬理はこの過去問と毎回のプリントのあれしかやらんな。うん、じゃあ俺この臨床薬理の記述まとめるわ、今日これ。うん、そしたらまとめ簡単にやったら送るわ。分かった、ありがとう。まだバイトだもんね。バイト終わってからになっちゃうけど。あ、全然大丈夫。そういう感じかな。マジでありがとうね。いやー、ちょっとテストを舐めすぎてていろんな難しい問題がいっぱいで、ちょっとやばいっすね。あさってます。とりあえずここから出そうな、記述問題を簡単にまとめていきたいと思います。でも今からバイトなんで、ご飯も作って食べないといけないんで、まあそれまでやりたいと思います。はい、今からパスタを作るんですけど、
僕が最近ハマっているパスタを紹介したいと思います。パスタ侍っていう感じで、勉強のしすぎでちょっと頭おかしくなっているのは見逃してください。で、この鍋に白い液体みたいな、なんか白くなっちゃってるんですけど、すごい白いんだけど、何これ何ですかね。多分フライパンの使いすぎでもうダメになっちゃってると思うんですけど、もう今は新しいフライパンに変えたので心配しないでくださいよ。で、これが大人のパスタっていうレトルトで1分とかでできちゃう最強の食べ物なので、おすすめです。ぜひ一回食べてみてください。で、これ水切るやつがなくてもうちょっと危なっかしいんですけど、そういう感じでやってます。今回はボロネーゼパスタかな。うまそうだね。お皿が完璧にうまいね。ではいただいていきます。うまそうに、うまい、イエス。これささっと食べて準備してバイト行きたいと思います。時間がない。めちゃくちゃ寒いんで、もう完全防備で行きます。本当に寒いからね、自転車で。なんだこれ、え、なんかおかしいぞ。洗濯バサミでずっと干してたからめちゃくちゃ変な跡ついてる。やばい、耳みたいになってる、恥ずかしい。これで行ってきます。はい、今バイトが終わって、これからカフェに行って少し勉強をするところです。もうこのカフェはバイトの先のすぐ近くにあるんで結構便利ですね。で、こっからは作業動画になるんですけど、まあ、少し雑談みたいな感じでしたいなと思ってます。薬学部のテスト週間ってどんな感じなんだろうっていう人もいると思うんですけど、本当にきついですね。どこもそうかもしれないんですけど、単位を2個ぐらい落とすともう留年確定しちゃうので、みんなテスト週間になるともう頭おかしくなりながら勉強してますね。やっぱり一人暮らしとかだと家事と勉強とバイトの両立が本当に難しくて、本当に器用な人はいいと思うんですけど、僕とかは本当に不器用なんで、もうこういう感じで見たらわかると思うんですけど、テスト勉強も全然コツコツできないタイプで、いつも自分に腹が立ってるんですけど、まあなんとか、4年生まで1個も落とさずに来てるので、まあ、これからが正念場なんですけど、頑張ってこれからも行きたいと思います。応援お願いします。はあ、寒い。今帰ってきても12時回ってるんですけど、速攻でお風呂を溜めていきます。溜めます。仕様は古いんですけど、ちょっとその前にやば、洗うの忘れてた。これいつも洗います。入浴剤入れます。今日はこれを入れていきます。お風呂に入っていきたいと思います。寒すぎる。お着替えシーン撮ったら再生回数伸びるかなって思って、かっこつける。充電残りわずか、チャージしてください。お風呂上がりは間違いなくジンジャーエールかポカリスエットに限りますね。お風呂行った時とかサウナ行った時はオロポとかがやっぱり僕は一番好きなんですけど、うまそうに飲むね。こっから地獄の勉強が待ってるんですけどね。ちょっときつすぎてその動画撮れませんでした、すいません。ウォルトディズニーと飲むモルトウイスキー。おはようございます。起きます。寝起きすぎてもうぼーっとしてるですけど、ただ朝ごはんを食べるだけの動画みたいなのもちょっと面白いかなと思って、試しに何十秒か使ってやってるんで、温かい目で見てみてください。ヨーグルトを常に食べてると思うんですけど、もう固形物がなんか食べれないんですよね、テスト週間って。それでいつもテスト週間に入ると 3,4 キロ絶対落ちちゃいますね。
この動画は需要あるのかな。一回出してみたいんだけどな。もし意外といいっていう反応あったら教えてください。ちょっと参考にします。本当にただ食べるだけなんで。何かを探してる。髪が長すぎるよね。次からはもっと早めに勉強を始めたり、まあ、年末年始遊ばないっていうのが一番無難ですね。無理なんですけど、そんなことは。遊んでもその後しっかり勉強してちゃんと受かれば問題ないと思うんで、そんな感じでこれからもやっていきます。なんかリクエストとかあれば教えてください。じゃあね、バイバイ。